ランナーセカンド、バッターボックスは松田。初球ファールボール、バックネットを越えます。ただ田村捕手もまだ若いんでしょうね、あれ空振りすると思ってなかったんでしょうね、少し遅れてる、はい、ますからね、まあ、ど真ん中空振りっていうのはあんまり考えないんで、はい、ちょっとびっくりしたようなスローイングでしたけど、今日先発なるせ。でも松田のホームランがメモリアル足が2つあるのもすごいですね、この間のホームランとその前のホームランね、この前のホームランが球団の8000号、5月13日マリン戦で打ったホームランがプロ通算の9万5000号でしたかね。9万5000ですね。わずかながらに僕らありますけれども、その中にね、なかなかその数字に合わなかったですね。そういうね、あの区切りの数字になるというね。はい、何か持ってるんでしょうね、はい、こういう人は。レフトへ打球が上がって、レフト、デスパイネが下がる。フェンスだ、どうだ、ボールは越えています、ホームラン。松田のホームラン、逆転ツーラン、2対1、滞空時間の長いホームランでした。うまいこと打ちましたね、でもね。うん、まあ、なかったですね。松田第17号ツーランホームラン。バットボール、スライダーでしょうね。うん、もう少し下に行けばいいんでしょうけど。はい、今のこれだけ曲がってきましたね。この前に同じようなところから来た、ね、はい、スライダーを、まあ、自打球当てましたけど、すごく嫌なファールだなと思ったんですよね。レフトスタンド、あれだけ回転してますからね、はい、打ってるものがあるんですよね。2対1です、はい、じゃないんでしょうけどね、はい、ただあのセカンドに柳田が残ったのがね、はい、行きました。2回序盤ですが、ただやはりキャッチャーが若いというのは、それともやはりボールを送らせるというので、はい、次の打者がやはり打率がやっぱり低いですからね、まあ序盤ではあるんですけれど、はい、一番やっちゃいけないのは長打ですしね。今長谷川と話をしていた松田、内側のボールこう打ったんだ、そんな感じのねジェスチャーでもありました。